召喚機と大召喚を掲げたイギリス王室のヨット、ブリタニア号。白の旗のみが現在軍専用となっている。イギリス海軍の色別戦隊とは、1625年から1864年まで続いたイギリス海軍艦隊の区分の方法である。現在のイギリス海軍の召喚機、現在のイギリス海軍の軍艦機かつての赤色艦隊軍艦機、今は、 小戦機となっているかつての青色艦隊軍艦機今は予備役用イギリス海軍は、もともとは大帝徳が指揮を取っていた。他の役職として、副帝徳、後衛帝徳という役職もあったが、この二つは、その時々の必要に応じて認ぜられるもので、固定されたものではなかった。1625年、艦隊が拡張され、指揮系統をはっきりさせるため、 艦隊を三つに区分して、それぞれを色分けすることになったと言われているが他にも、1620年のアルジェーン製のために色分けされたとも、エリザベス一世紀の頃に、すでに発足していたとも言われている。この改革により、召喚機が赤、青、白に色分けされた。その後、クロムウェルによる共和制の時代を経て、1660年色分けされた艦隊が、さらに、 大将、中将、少将のそれぞれの艦隊に分割されることになった。これにより、帝徳の定員が9名になった。また、この時期に、青と白の位置が入れ替わり、赤白青の順になった。海軍元水から、海軍少将までの、いわゆる帝徳座上の艦は、召喚旗を掲げた。この場合、海軍元水は、ユニオンジャック、赤色艦隊の帝徳は赤旗。 白色艦隊の提督は白旗、青色艦隊の提督は青旗で、元水や大将の場合はメインマスト、中将はフォアマスト、少将はミズンマストのそれぞれてっぺんに掲げた。提督を気象、提督座上の艦を機関と呼ぶのはこれにちなむ。フラッグオフィサーの名称はサミュエル・ピープスの発案とも言われる。昇進の仕方は、 まず青色艦隊の少々となった後、白色艦隊の少々となり、そして赤色艦隊の少々、叱る後にまた青色艦隊に戻って中将となり、それから白色艦隊の中将へという順番だった。軍艦機は左上の4分の1の部分にユニオンジャックが配置されていて赤、白、青の3種類があり、それぞれ召艦機の色に合わせて用いられた。 この旗は、本来、甘備旗竿に掲げられていたが、後部マストの搬送が18世紀末に改められ、砲張る際に、甘備旗竿が邪魔になることから、甘ビに掲げられるのは停泊中のみとなり、公開。一方、前方の監守旗竿には、ユニオンジャックが掲げられた。ユニオンジャックという名称は、本来軍艦に掲げられる時の名前であり、通常の国旗の場合は、 ユニオンフラッグと呼ばれる。代償は、この当時、厳密には、召喚ではなかったが、上官のメインマストに、幅広縁引きを掲げることを許可された。これもやはり、赤、白、青の三色に分けられていて、どの色の艦隊機関に所属するかで旗の色が決まった。代償は、機関艦長を部下に持つ上級代償と、自らが艦長を務める下級代償とに分けられた。 1806年には、下級大将の大将棋として、旗竿側に白丸を配置した塩尾棋が制定された。現在のイギリス海軍の大将棋他に、収益期間中を示す収益機があった。これも赤、白、青の三色があり、所属艦隊の色を使用した。海軍本部の直属の艦は、三色をあしらった収益機を用いた。その後、 艦隊が拡張され、また、提督の定員も増えたが、海軍元水に限っては、1863年までは、現役の最選人1名のみだった。1805年には、海軍元水とは別に、赤色艦隊対象が新たに加えられ、これは1864年まで続いた。昇進は、1000人名簿順でおよそ2年ごとに行われた。ちなみに、 1812年の提督の数は以下の通りである。また、提督でありながら任務がなく、指揮官としての経験もない人物もいた。そういう提督は、権益を表す木旗になぞらえて、イエロー・アドミラルと呼ばれた。商船に使用される現在のレッド・エンスン・海イの場合で、敵艦隊の旗の色と紛らわしい場合は、それと類似しない色が取られ、 召艦機のみを所属の戦隊の色とした。例えば、1782年のセインツの海戦では、フランス海軍の軍艦機である王家の白地の旗と白色軍艦機とが紛らわしいため、司令長官であるジョージ・ロドニーは、全艦隊赤色軍艦機を掲げさせて戦闘に臨んだ。ただし、白色戦隊であったため、メインマストには白旗をつけていた。 1794年のナイルの海戦やトラファルガーの海戦でも召喚機以外はすべて白色機で臨んでいる。特にトラファルガーの海戦の場合は1805年10月10日のネルソンの命令敵艦隊に遭遇時和菓子機下のべての艦は白色機を掲げることによるものと言われる。この色別艦隊の制度は1864年に廃止された。も 色別艦隊同様1864年に廃止されたが、白は軍用、赤は商船用、そして青は予備役用として使われ、現在に至っている。ABCD セーリング AB 王国海軍機、スキットラナルカラーススキットラネルカラーツ、エイジオブセールハット ABC 小林幸男著、図説イングランド海軍の歴史原書房、2007年。 71から72ページ AB ロイヤルネイビー。スキットラネルカラーズ。ザレット。ホワイトブルー。オンラインインフォメーションバンク。リサーチコールハット ABCD セーリングネイビー。王国海軍機王国海軍機。AB セーリングネイビー。王国海軍機。召喚機召喚機と代償機。エイジオブセール。ハットセーリングネイビー。王国海軍機。収益機収益機。エイジオブセール。 ハットセーリングネイビー、王国海軍機、ジャックと、エンスンジャックと、エンスン、エンソンから、エイジオブセール。ありがとうございます。